俳優の笠原秀幸が明日3月31日放送のフジテレビ系ワイドナショー毎週日曜前10時のコメンテーターを務め番組初登場する。笠原は映画キリエの歌、2023年や朝ドラトト姉ちゃん16年をはじめ、シグナル長期未解決事件捜査班18年で刑事役、ホスト相続しちゃいました、23年でホスト役、大病院選挙、23年では医師役など、様々な役柄を演じ分ける一方、監督業にも取り組む。